どうも高井です。理想の労働、労働1日4時間、超過で疲弊。私が1日労働4時間を推奨しているのは、労働を1日8時間やってしまうと疲れて副業なんかやってる場合じゃないってなっちゃうんですよ。帰ってきてそれで読書なんてしたら、疲れた頭で読んでも大して頭の中入らないしね。ただ1日4時間はさすがに短すぎませんか？給料の需要が7万になるってことですよね。それはさすがに辛いですっていう人もいると思うんで、その労働が1日4時間にすることのメリットについて話したいんですけど、だいたい3時間か4時間で1日の労働を終えるとまだ余力があるんですよ。その余力のある状態がもう3時間4時間が大体のラインかなって私は思っていて、これが5時間になってくると疲れて手がつかなくなっちゃって、でもね、本とか読んでもね、疲れた頭で考えられないんですよね。だとしたら4時間かな、4時間以上は働かないのはいいのかなって思っていて、あなた自身の場合は私と違っておそらくタフかもしれない。なので5時間6時間働いても普通に副業こなせる体力を持っているかもしれないし、脳みそを持ち合わせているかもしれません。なのでこればかりは個人差あるよね。読書をして自己投資をしていって、例えばこういう YouTube、 こういう動画というメディアを使って発信することによって将来的な所得を増やしていくっていう考えもあるでしょ。他にブログという方法もあるかもしれないし、 SNS 全般でそれは言えちゃうわけですよね。だとしたらあなた自身の1日の労働時間8時間、これを正規社員から非正規にあえて変えて、自分自身で労働の時間をコントロールして、で最初は8時間か7時間にして1時間分を副業に当ててみる。それでうまくいきそうだなと思ったら一気に労働時間減らすのもいいし、もしくはあなた自身は、いやそんなことは言っても手取り14万だけど、その14万をキープしていたいですという人は正社員のまま居続けてもいいと思うんですよ。これは人の選択肢の問題なんですよね。私はあくまでもあなたの将来的に稼げないな、このままだと私の体やばいよなっていう、しかも今って45歳以上で希望退職者募集ってやってるじゃないですか。将来的にリストラされるっていう恐怖があるんだったら、もうこの選択肢しかないと思うんですね。あえて非正規に落ちて労働時間を減らしていって、で将来的には副業が全てですっていう、で会社員をリタイアしても副業で食っていけますっていう状況になる。そうすれば同一労働同一賃金って非常に有効な制度だと思うんですよね。この動画を見てる方はぜひともこの考えを持って副業に挑戦されてはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。